おいおい、どくらいのまんじゅうなら元祖に決まってるじゃないか。元祖なのに本家ではないの。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回からこの妖怪ウォッチ真打ちをやっていきたいと思います。妖怪ウォッチ2ってことか。これをね、なんかまだやったことがなかったみたいやけん今更ながらやっていこうと思います。はじめから。主人公の性別を選択してください。女の子で、ふみちゃんやっけ。主人公の名前を決めてください。よし、まあ、ここは私の名前でよ、良いでしょう。あゆな。オッケー。あ、オッケーです。妖怪ウォッチ真打ち。この作品はフィクションです。実在の人物、地名、団体などには一切関係ありません。はい。本体の時計機能、あ、そっかそっか、なんか日が暮れたりとかいろいろしよったっけ。んでも私の 3DS はだいぶ時間変更とかしてるのでは、トモコレとかの関係で。妖怪ウォッチ2ってどんな感じ？てかやったことなかったんやな、と今更ながら。でもこのおばあちゃんたち見たことある気がするな。気のせいかな。まあ発売されて相当だっとるってことやもんね。どこかしらで何かの情報を目にすることは、まああったかもしれん。普通に。妖怪ウォッチ2真打ち。あれが妖怪ウォッチ。あ、喋るんや。人間と妖怪をつなぐ忌まわしき道具。かわいい。我らが望む世界にはいらぬもの。普通にかわいいよね。まあそれ画質がいいかと言われたらあれかもしれんけど。てかどういう寝方？手に持ったまま。はあ。どうじゃ。奪われた？でもあんな感じの見た目じゃなかった気がする。吸い取られたんか？いや、私妖怪ウォッチ1は普通にクリアしたよね。さすがにしたよね。夜が明けた。起きて。消えた妖怪ウォッチ。そこからスタートなわけね、ストーリーが。あゆな、そろそろ起きなさい。夏休みでも寝すぎはダメよ。ママ、あと5分、あと5分だけ寝かせて。ダメ。今日はみんなでお買い物に行くって約束したでしょ。早く準備してきなさい。もうあれよね、3DS とかの通信機能は終わったわけよね。終わった。まだ眠いのに。移動の操作はスライドパッド、B ボタンでダッシュ。スライドパッドを動かした方向に移動するぞ。B ボタンを押したまま移動するとダッシュできるぞ。話しかけてみよう。1階にいるお母さんのところに行って話しかけてみよう。いやでもさ、今なんかあのスイッチがそのあれやん、携帯用ゲーム機みたいな感じになっとるわけやん。でかくない？いやなんか外でしよる子とかね、おったりするけど、でかくないって私は思うのよ。やっぱ 3DS ぐらいの感じの出てほしいやん。調べられる部分はびっくりマークが出るわけね。ほうほう、ニュースやってる。で、話しかけられる人は赤。てかあれか、基本的に全員話しかけられるか。3DS とかその辺のゲームは
いや割とスイッチとかってさ、なんか重要人物とかにしか話しかけれんかったりするやん、アプリゲームとかも。おはようあゆな。おはようママ。あ、そうだあゆな、昨日は夏休みの日記ちゃんと書いたの？あ、忘れてた。ちゃんと毎日書いておかないと、後で思い出せなくなるでしょ。うん、ちゃんと書いておくね。なんか原作のふみちゃんってめちゃくちゃなんか真面目でちゃんとしとるイメージやけど、ゲームでこういう主人公になったら抜け取る感じなんやね。日記をつけてセーブしよう。日記でセーブ。あ、夏休みっていうことなんやね今。なるほどなるほど。メインメニューにある日記を選ぶと遊んだところまでの状態をセーブできると。ゲームをやめるときは日記をつけるように心がけよう。パパがお外で待っているからアイナも先にいてて。ママは戸締まりしてくるから。え、何？出かけるの？外にいるパパのところへ行こう。え、じゃあテレビを消しておかねば。ね、大変大変。え、やっぱめっちゃおしゃれよね家。いや、なんかさトイレ。あ、ちゃんと座れるんや。なるほど、そういうとこ細かいんすね。え、蓋が閉まらん。トイレから出たら閉まるとかいうことでもなく。え、めっちゃ気になる。閉まれよ。え、お風呂溜まっとるけど大丈夫そう？え、なんかこれさ、全員に話しかけれるやん、結構こういう昔のゲームとかって。私人に、街の人とかにとにかく話しかけるのが超好きやったんよね。やけん全然進まんかったんやけど。お、アイナ来たか。それじゃあ行こうか。やけん最近のゲームとかの主要人物にしか話しかけられない仕様みたいなのめちゃくちゃ寂しいなって思うよね。よし、出発するぞ。旅行？行きましょう。パパ、安全運転でお願いね。出発進行。夏休みっていうことやけんね。旅行なのかもしれない。これは夏休みの1ヶ月間ぐらいの話とかそういう感じなんかな。本屋さん、マス屋、春屋とかのことかな。何買ってきたんやろ。てかそんなに大量に買うものある？本屋さん。これは一体な、何屋さんなんだ。あ、でもあれか、トイザラスとか結構ああいうねえ人形とか置いとるよね、ひな祭りとかの。で、横になんかああいうおもちゃが並んでみたいな。お買い物デーですか。パパ、お家に帰る前に近くでおまんじゅうとか買っていかない？別に旅行ではなく、あれか、せっかく家族みんなが揃う日やけん、みんなで一緒に買い物に出かけようみたいな。うん、この近くのおまんじゅう屋だったらドクロ屋で決まりだな。え、なんかやだな、食べ物でドクロ屋。めちゃくちゃなんかお腹壊しそう。あ、やっぱこれぐらいの、これぐらいの感じの絵めっちゃ好きだな。え、おしゃれ。ドクロ屋本家。人気だね。あれ、おまんじゅう屋さんが2つ？元祖と本家？パパ、ママ、どっちで買うの？あ、これってあれか？その、妖怪ウォッチ2。あ、ちょっと今私、あの、妖怪ウォッチ2、真打ちのパッケージをちょっと見よったんやけど、あれか。妖怪ウォッチ2、真打ち、まあ、今やりよるやつは、2014年7月に発売した妖怪ウォッチ2、元祖本家の別バージョン。なるほどね。金銀クリスタルみたいなもんや。例えめっちゃ古いけど、あの、ポケモンのね。なるほど、なるほど。それの、まあ、なんかちょっと、ストーリーが、付け加わったりとか、付け加わっとんかな知らんけど。なんか、出てくる妖怪が増えとったりとか、そういうバージョンなわけね。それはもちろん元祖の方だよ。ほら行こう。
ここは本家よ。さあ行きましょう。いや、これがその発売された当時タイトルだけ聞いてよくわからんかったよね。元祖と本家っていうのはどういう。おいおい、どくらいのおまんじゅうなら元祖に決まっているじゃないか。元祖なのに本家ではないの。いや、よくわからんねやけど。いいえ、本家です。何言ってるんだ。元祖の粒あんの方が素朴な味わいがあって美味しいだろ。あら、本家のこしあんの方が滑らかでずっと美味しいと思いますけど。私もこしあん派です。あんこはあんま好きじゃないけど、でも食べるとしたら絶対こしあん。粒あんのつぶつぶした感じは苦手なんだな。なんだって。元祖ったら元祖、元祖。この辺の下りはその元の元祖本家にはあるんかな、それともその後に出た真打ちや剣あるんかな。何よ、本家ったら本家、本家。店の人同士もめちゃくちゃお客さんまで加わってきた。こうなったらどっちで買うか間に決めてもらいましょう。いいとも。どうしてそうなるの。じゃあ私本家。それじゃあ、あいな、お金あげるからこれで買ってきて。おまんじゅうのお金として1000円もらった。結構するね。まあこういうとこのおまんじゅうならそれぐらいするんかな、箱とかで買ったら。うんうん。でもあゆなはもちろん元祖だよな。元祖。いや、こういうさ、なんかねえ、親同士が揉めて子供に決めさせるっていうのはちょっとなんかあれじゃない、子供への心理的負担が半端ない。いいえ、あゆなはもちろん本家よね。本家。いや、だってそれによってさ、なんなんこいつみたいな親に、どっちかの親には若干思われるわけやん。最悪やんね。親同士で決めてくれよって感じ。どっちを選ぶ、元祖本家。お話が少し変わります。あ、おー、ここで。あ、ってことは、ここは、多分元祖本家、元の元祖本家では、選ぶとかじゃなくて、もうなんか自然とその元祖を買ったら元祖側の流れ、本家を買ったら本家側の流れになるっていうことかな。で、真打ちになったけん自分で選べるようになったみたいな。お話が少し変わります。出てくる妖怪が一部変わります。でもここでさ、パッと見た感じ、でもどうなの、パッと見た感じ左の方がいいな。右側どんなやつあれ。え、右側さ、これ誰だ。誰だ。ちょ、なんか微妙に、よくわからないな。この右の妖怪はいいなと思うんやけど、このまんじゅうの右におる妖怪、あ、この本家のね。でも元祖側のまんじゅうの右と上におる妖怪もいいなと思うよね。どうしよう。まあ私普通にあれにしていい、こしあんかつぶあんかで選んでいい。はい、じゃあこしあんの本家で。どちらを選んだかによってこの後の話が少し変わります。また出てくる妖怪も一部変わります。要は伝説のポケモンが変わるみたいな感じよね。ストーリーも変わってくるのか。お父さんとの関係がちょっとギクシャクするとかそういう感じ、やっぱ。やだ。元祖か本家を選ぶチャンスはこの先またありますので、まずは直感でビビッときた方を選んでみてください。元祖か本家を選ぶ、この先もあるの。何それ、そんなに、そのたんびにちょっと分岐していく感じ。何それ、直感でビビッときた方、こしあんです。元祖だ、本家を。でもこういうのってさ、子供はなんか空気読んで、なんか親二人のうちなんか家で権力持っとる方にいかん。いや、まあでもこしあんで、おまんじゅうで決めます。らっしゃい、本家独例のまんじゅうはどうだい。家族サイズの8個入りは900円、買っていくかい。買っていきます。ありがとさん、また来てくれよ。本家まんじゅうを手に入れた。だいたいあれやん、家族で力持っとるのって、どうなんかな。でも最近はママがごめんなさい。権力握ってるところも多いか。おまんじゅうを持って帰ろう。
もう買ってきたから揉めるな。お待たせ、おまんじゅう買ってきたよ。ほらほら、あなたっていつもそうじゃない。何？そっちがそう言うならこっちも言わせてもらうけどな。おまんじゅう買ってきたよ。買ってきたよ、ほらほら。本家まんじゅうを手渡した。ありがとう。家も近いし、先に帰ってなさい。ママたちは大事な話があると。この流れでの大事な話。離婚やん。やばいやばい。まんじゅうで離婚はやめて。普通にやめて。